はい、皆さんお疲れ様です。山須です。本日は3月16日水曜日です。例のごとく、始業前にカメラを回しております。まず皆さん花粉やばくないですか最近。なんか自分の感覚だとここ数年花粉症の症状割と楽になってたんですけど、今年は何ですかね、急に来ましたし、いつも以上に症状がきつい気がしていて、もう飲み薬、目薬、点鼻薬、もう全部手放せない状況になってますね。もうこんなきつかったっけなと思ってます。なんかこの時期に試合するのもしかしたら初めてかもしれなくて、なんかちょっと目かゆいまま試合するの嫌だなと思いながらちょっと震えてますね。はい。で、まあ今、おっしゃれた通り試合が3月20日に迫ってまして、まあ例えばというか、まあ、体重の状況としては、もうすでに体脂肪で落とさなくちゃいけない、体重まではもうすでに落としきってまして、あとはいわゆる水抜きっていう段階を待つと、いう状況になってます。そしてまあご存知の方も多いと思うんですけど、水抜きの前にいわゆる塩抜きと呼ばれている、段階を、待ってまして、でまあ塩抜きっていうのはまあナトリウムですよね。ナトリウムを、体の中に、取り入れないようにする、かつ排出を促進させることによって、体が、まあ、水分を貯めるのを防ぐという作業になります。まあナトリウムを体がいっぱい含んでしまっていると、まあ、恒常性というか体がそのナトリウムの濃度を一定に保とうとして、ナトリウムを薄めるために水分を体にどんどん取り入れちゃう、もしくは保持しちゃうような、体質になってしまうので、逆に、ナトリウムを排出、体から出していくことによって体が水分を、保持しないような体質を作り上げることによって、その後の、水抜きという段階を、やりやすくするための、まあ、作業を行います。まあ、なのでしょっぱいものを食べないとか、あとはナトリウムの排出を促進させるカリウムを多く含んだ食事というか、まあ、バナナとかですよね、要は、を摂取して、塩抜きを進めて、でその後、一気に、まあ、計量の前日夜とか計量の朝とかに、まあ、それこそサウナ入ったりとかサウナスーツ着て動いたりとかをすることによって、ぐっと汗で水分を出しまして、まあ、今回でいうと66キロの契約体重に、合わせて計量をパスするという流れを想定しています。まあ今回久しぶりの66キロだったんでちょっとまあ、一瞬不安ちゃ不安だったんですけど、もうスルスルと体重も落ちまして、まあなんかやっぱりフェザー級楽だなと思ってますね。もともと自分バンタム級で試合をしてたので、その時の減量のきつさに比べたらもうフェザー級は本当に楽なので助かってますね。まあ、かといってもう一回バンタム級落とせんのかって言われたら、まあ多分無理なのでまあフェザー級が適正なんだろうなとは思ってます。で、大阪入りするのが自分18日なんで、試合の2日前ですね計量の前日に大阪入りをすることになってますので、まあ、当日は金曜日ですので、例のごとく有給をいただいて、大阪に移動することになってます。いろいろと試合に向けて有給をたくさん取ってしまってまあ会社の人にもご迷惑をかけてるとは思うんですが、まあかといって勝ったところで何か返せるわけでもないんですけども、どうせ迷惑をかけるのであれば勝ちたいなと思ってますので、そこは、頑張りたいと思っています。で、まあ大阪行くんですけど、意外と時間が開くんじゃないかなというか、結局オフィシャルのスケジュールがあるんですけど、それ以外は何のあれもないので、まあホテルでダラダラするか、まあ数少ない向こうの知り合いに会うか
まあ、ちょっと何も考えてないんですけど、あと、美味しいものを食べたいなっていう欲望もあったりするんですけど、まあ、試合前はあんまり変なもの食べられないんで、まあ、かといって試合後はもうすぐ東京帰るような感じなので、またなんというか大阪を楽しむことができないまま戻ってくることになりそうで、ちょっとそこは本当にもったいないなっていう気持ちがあるんですけど、まあ許される範囲で、まあ大阪を堪能したいかなと思っております。はい、よくもう準備は万全ですっていう人いるじゃないですか、選手でもう全てやりきりましたみたいな人がいるんですけど、自分はなんか今までやってきた試合で一回もそんな気持ちになったことがなくていやまだ足りないまだ足りないって思ってるうちにもう試合になってしまうことが多いというか、もうほぼそれなんですね。まあ結局試合っていう、まあゴールというか一つの、区切りに向けて課題を自分の中で見出して、それに対してやっていくってことが、まあ、試合に向けての準備だとは思うんですけど、結局その課題を見つけて解決するっていうことを試合がない時期からやっていれば多分どんどん強くなっていくと思うんですけど、まあ、試合っていうものがあることによってより明確にそれを、意識できると思うんですよね。で、まあ、今回もやっぱり萩原戦に向けて自分の課題もたくさん出てきましたし、それを解決するために努力はしてきたつもりなんですが、まあやっぱり、まあ2ヶ月やそこらで満足いくようなレベルにはもちろんならないんですけど、ただこの気持ちを試合後も忘れずに、そこを自分の今回の試合に向けて浮き出てきた課題をですね、引き続きなんか改善していけたらまた楽しい格闘技生活が待ってるんじゃないかなという、もうすでに試合後を見据えてしまってるんですけど、でもまあ自分の、格闘技はそれでいいのかなと思っていて、もちろん試合には絶対勝ちたいですし、正直自分のその、まあ、有給もらってから計量して試合するまではその2日間3日間だけは自分は格闘家だと思い込んで試合をしたいと思ってますので、そこに全てをかけるつもりで挑みますけど、ただ格闘技に対しての向き合い方としては、できるだけその試合に向けてのモチベーションですとか課題っていうところを普段の格闘技生活にもできるだけ還元していくことができればより楽しめるんじゃないかなと、まあ結構毎回試合に向けては思っていることではあるんですけど、改めて今回も強くそれを感じた次第ですね。まあ結局まあ何度も何度も言ってて多分人によってはもう言い訳にしか聞こえないんだと思うんですけど、自分は格闘技趣味でやってる人間なので、それをなので他の選手が言うようになんか応援してくれる人のためとか、まあ、それこそ格闘技業界のためとか、なんかそういうことは全然言えないですし、言う資格もないと思ってます。ただ自分ができることは自分自身がどれだけ楽しく生きるか、楽しく生活するか、楽しく格闘技と向き合うことができるかっていうところに集約されていると思いますので、それを全力で、まあ、楽しんでいきたいと考えています。でもちろんその上でなんですけど、なんかそんな自分の姿を見て、楽しんでいただける方が少しでもいたら、それはすごく幸せなことだと思いますし、何ですかねまあなんか、そうですね、まあみんな大人ですから別を持ってなんか、程よく楽しみましょうって感じですね。全然まとまってないな急にカメラを回すからこういうことになるんですよね。いや試合決まりましたの動画を撮って以降何も出さないのどうなのっていう気もしたのでちょうど時間が空いたのでパッと回してるんですけど、もっとまとめてから話さないとダメですよねこういうのはいやまあ本当にまあペイパービューで見る方も現地で見ていただく方も
まあ楽しんでいただけたら、噛んだな楽しんでいただけたら本当に、嬉しいです。どんな姿でも多分お互い全てをさらけ出すことになると思いますので、はい、その様を楽しんで、まあ、楽しむだけじゃなくて、いろんな感情を出し切っていただいて、また、そうですね、生活の糧としていただければ、これ以上嬉しいことはないので、はい、何卒よろしくお願いいたします。はい、頑張ってきます。ありがとうございました。こんなところで終わりたいと思います。はい、失礼いたします。